ひめかです。アニアです。ピンク、ラテ、ティー、ウィー、はじまる、よーよー。はい、今日の企画は、ここにスーツケースがあります。これを紹介していきます。イェイ。はい、アリアからお願いします。まず、ごまちゃん。かわいい。これもクマさんたちです。飛行機でね、このコップもらったんだよ。で、私が好きなドラえもんの T シャツです。かわいい。じゃあパジャマだね。あと鏡とミニアイロンです。めっちゃちっちゃい。ピンクここかわいい。めっちゃ、はい、はい、で、あとね、歯磨き、はい、つむつむのタオルと、あとクシ、あとドラえもんの中身は何でしょうか。これはね、イヤリングとか入ってる。ちょっと見てもいいですか。マスクとティッシュとハンカチとコンタクトと、ちょっとちっちゃいんだけど、めっちゃちっちゃい。ハサミ、はい、バセリンってなんか結構綺麗な子持ってますよ。いや、ただ単にミニのものが好きだ。ちっちゃい。あと蒸気が出るらしくて、めっちゃ目が疲れた時にいいです。あとね、遊ぶようにね、クリアメモガチャガチャで買った。でもこれはピンクラテのピューのポーチです。これはね、めっちゃ可愛いです。まあそんな感じかな。はい、もうほぼほぼ面積はこの子が取ってる。はい、次ひめか。はい、私のスーツケースの中身はこんな感じです。まず富山出身なんですけど、白エビせんべいです。あ、めっちゃ割れてる。なんかスーツケースに割れちゃった。でこれは帰り新幹線で食べます。この芋けんぴは明日食べます。はい、次ポーチ。お泊まり用のポーチをこれにしました。はい、中身はまずお風呂上がりに髪の毛を留めるバレッタです。これは汗を止めるやつで、ちょっとせっかくなのでメイク崩れないようにおでこにこうシュシュってやってます。はい、次スキンケア系。このビオレの洗顔です。はい、次化粧水。お泊まりはこの化粧水1本で乳液とかも使ってません。これちょっと昨日の朝お母さんの洗顔を借りたら肌が荒れちゃったので、このニキビの薬を持ってきました。はい、メイク落としシート。はい、これはお土産。はい、次新幹線とかで寒い時に着るピンクラテのカーディガン。これは明日の朝に飲む1日分のビタミンです。あとは着替えとか折りたたみ傘、ランプで、ここに入ってるのは今日のイベントでファンの方にもらったやつです。はい、でこのポーチはこの3つなんですけど、これはニコロで買ったハート型のポーチです。はい、でこのチャックが虹でめっちゃ可愛い。はい、中身は日焼け止め。肌が弱いので子供用使ってます。でこれは誕生日にピンクラテの人たちからもらったジルスチュアートのハンドクリームです。あと汗拭きシートです。でこの中身はピンクラテとフィラのコラボの4人お揃いなんですけど、中身がアイスクリームの扇風機なんです。全然風がない櫛なんですけど、こっちとこっちで使い分けれるみたいな感じの櫛です。はい、で前紹介した鏡とリップは、私はこの薬用リップじゃないと唇が乾燥しちゃって、これじゃないとダメなので、ね、買いました。これはピティさんにもらった韓国のリップ、色がめっちゃ可愛い、うん、でこれは雑誌のアロックなんですけど、色が可愛いんですよ。ほんとマジ内側からジュワみたいな、めっちゃ可愛いですこの色。でこれは前紹介したリップなんですけど、これもめっちゃほんと色可愛い。今つけてるんですけど、わかんないな。うん、はい、こんな感じです。もしなんかお泊り会とかあったら参考にしてみてください。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。